こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は AI が労働時間と働き方をどのように変えるかについての重要な問いということで、丸 ① 経営コンサルタントの矢内春樹さんが指摘、 AI 技術の進歩は作業時間を大幅に短縮、結果人間が何に時間を使うかという選択の自由を増やす可能性、丸 ② 一部の仕事を AI になる、結果職を失う人々、職業の概念や働き方が大きく変わる、社会全体の価値観や生活様式が大きく変わる、丸の3つ目、 AI に置き換えられない人間の価値は何かという問いに対する答えを見つける必要と、丸の4つ目、人類の意識自体が大きく変化し不要な世界は消えるということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあこれ AI が労働時間と働き方をどのように変えるかということの話になっています。で、丸1ですね、経営コンサルタントの矢内春樹さん、エラテンチャンネルっていうのを YouTube でやっている人で、まあ、今回この本を書いた、まあ、電子書籍だったので、まあ、それほど大きなニュースではないのかなという感じです。まあ、最近動画もほとんど更新してないので、まあ、ちょっとこの部門の専門家ではない人の意見なんですが、まあ、参考になることがあったので私の方で取り上げています。で、まあ、AI のこの技術の進歩が作業時間を大幅に短縮するっていうことですね。で、結果として人間が何に時間を使うかという選択の自由を増やす可能性というふうにここでは取り上げられていると。で、ここの正解はもう時間が増える人間と増えない人間に分かれるというのがこれから出てくることですね。要は AI 使える人は時間が増えると、使えない人は時間が増えないと。で、 AI でコンテンツを大量に作る人と今までの時間の使い方に分かれると。まあ、今までの時間の使い方っていうのは、例えば電話のリストに片っ端から営業電話をかけるようなものが今までの時間の使い方であり、新しい時間の使い方は AI で説明動画をたくさん作って自社サイトにアクセスしてもらうみたいな使い方になります。なので、考えれる人は今のように動画を分身していくみたいなことが余裕でできると。で、考えない人間は今までの通り電話したり営業したりして物を売らなければいけないような形になります。まあ、ちょっともう30年ぐらい前の話になると思うんですが、エクセルですね、マイクロソフトのエクセルが出た当時ですね、私実は当初から使えてました。もう Windows 3.1 から使えていたので、文字打って数字入れて表計算、要は自動計算してる人と、今まで通り手書きで文字書いて数字入れて電卓で計算する人に分かれていたと。で、電卓で計算する人は一つ数字が変わっただけで計算し直さなければいけないんですが、エクセル派の人はもう打つだけで数字がどんどん置き換わっていったと。まあ、これぐらいの違いがあったということですね。まあ、あとは電車とかの乗り換えサービスですけど、今だと皆さんスマホでどこどこ駅からどこどこ駅、まあ、何時発とか何時に着くとかっていうことを今だとスマートフォンでできるんですが、昔だと時刻表を開いて手書きで書いていくみたいなことがありました。なので問題は Excel で何をするかということにこれからは変わっていくというような感じです。まあ、自分だったらグラフを作って、そのグラフをもとに営業するとかっていうことまでやれるので、まあ、表計算がグラフで、グラフをもとに動画を作る、まあ、動画で物を売るみたいな形に大きく変化していくという感じです。丸の2つ目、一部の仕事を AI になる、結果職を失う人々、職業の概念や働き方が大きく変わる、社会全体の価値観や生活様式が大きく変わるということで、もう銀行職とかもネット銀行以外ほぼ淘汰されてしまうのかなという感じですね。もう人が多すぎると、視点が多すぎるみたいな、もう人的、あと不動産的資産というか負債が多すぎるので、まあ、このようなものはこれからどんどん消えてってしまうかなという感じです。まあ、日本は雇用を守るという傾向がある民族なので、まあ、これで世界から完全に取り残されてしまうかなという感じです。まあ、最近見たニュースだと、アメリカではもう QA ですね、 Q&A、質問のチャットでサポートの人が不要になってきていると。まあ、あらかたの答えはこのチャットで答えられるので、今まで電話対応で返事していたとかメールで返事していたものが一瞬で解決するので、まあ、そのようにサポート体制の必
人たちが不要になっているという感じです。あとまあ生活様式ですね、まあ、これから職業を失ったりですね、時間が余ってきた時に自給自足型とかお金に追われないとかが主流になってくる可能性があるというふうに思います。なので今までは本当にお金に縛られすぎていて出勤しなきゃいけないとか嫌な仕事を8時間10時間12時間やらなきゃいけないみたいな世界から、もう仕事時間は本当に短くお金少なくてもいいから自分の人生を謳歌するという流れに大きく変わっていくのかなというふうに思います。丸の3つ目、 AI に置き換えられない人間の価値は何かという問いに対する答えを見つける必要ということで、まあこれ本当に AI に置き換えられない人間の価値って言ったらもう人間性が容易に尽きるっていうことですね。で、人間とはもともと群れて生活する動物なので、このような傾向がより強くなるのかなと。もう性格良くないと仲間に入れてもらえないから、性格を良くするためにどうするかという世界に入っていくと。あと簡単な音楽とかアートも AI 化していくことが考えられるので、まあ、これらも AI を使って作った作品でもいいので、そのアーティスト自体の生き様とか憧れが、あと共感とかですねが重要になってきて、もうここもカリスマ性が大事になるのかなというふうに思います。まあアーティストでなかったとしても、もう一緒にいたいか一緒に遊べるかっていうのが重要になっていくかなというふうに思います。で、丸の4つ目ですね、人類の意識自体が大きく変化し不要な世界は消えるということで、まあ今人類全体がもう目覚めに向かっています。で、無限の神的な力を持つのにわざわざ制限して生まれてきてるわけなんですが、この制限して生きてきたことを次々と思い出す人が増えていくかなという感じです。で、ただしですね、ただしここも二分化していると、まあ、今回の人生、今回の転生で覚醒ですね、自分の力を思い出す方向性に向かう人と、今回は冷やかしというかですね、準備ができていない、間に合わないという組にきっちりと分かれていくかなというふうに思います。まあ、これ人間としての成長する部分を仮に魂と呼ぶならば、普遍の部分を魂と呼ぶこともあるので、まあ、今回のは成長部分を魂と呼ぶならば、今までの転生ですね、人間としての生まれ変わりが少なすぎて、経験値が足りなければまだ覚醒しないということになります。話がいろいろ飛んだんですが、そろそろまとめですね。まあ、この AI が労働時間と働き方をもう変えるということについては、おそらくほぼほぼの人が同意しているというふうに思います。で、まあ不安材料は自分が生き残っていけるかどうかということなので、まあ、今から仲間づくり遅くないと思うので、まあ、性格良くしてですね、仲間づくりをしていくっていうことと、仲間の中から情報収集していくっていうことを積極的にやる必要があるかなというふうに思います。まあ、このサラリーマンであって、本当にさっきの QA チャットサポート体制じゃないですけど、 AI にあっという間に取って代わられてしまう可能性もあるので、今だと電話の代行受け業者さんとかも AI で受けて履歴だけ取って転送するみたいなものがほとんど自動でできるみたいなので、まあうちも月1万円とか確か払ってるはずなんですが、10分の1のコストでやってるとことかも出てきているので、そのようなところは、本当に淘汰されないように気をつけていかなければいけないかなというふうに思います。まあ、あと AI に置き換えられない人間の価値っていうのはもう人間性に尽きるので、本当に自分の得意な分野を伸ばしてそこをピカピカに磨くっていうことも重要だというふうに思います。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想あれば記載していただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、守るということから、まあ、今日のようにちょっと近未来の話とか経済の話、支配者論から陰謀論、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間、
Zoom で個別相談というのをやってます。コイン投資でお金を増やす、守りたい人はぜひ、申し込んでいただければと思います。 Zoom わからない人はお電話で、日時水曜と日曜日、合わない人は一時調整もしてますので、まあちょっとお金の部分もですね確保するのは当然必要なので、コイン投資でお金をですね防衛したい人はぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。